どうも、白のしるです。今回ですね、超究極デュオの後付け解説やっていきたいなと思います。はい、今回は僕が使用したのはルシファー艦隊ですね。で、正直ルシファー艦隊がかなり強くて、すごく楽に倒せるのかなと思います。攻略っていう攻略、まあ手順とかっていうところは特にないんですけど、まあ注意点として、まずボスに入る前に必ず全員 SS を貯めておきましょう。これがまず1点目ですね。これは必ず貯めておかないと、ボス戦に入った時に魔法陣とか、2ターン目から打たれるワープとかに対応できなくなるので、もうワープ非対応っていうところと、まあ魔法陣非対応っていうところで必ず SS を貯めていかないと、まあ初手で SS を打って倒していくっていう戦い方になります。で、まずこの天使ですね。天使に関しては防御ダウンをするので、必ずこの防御ダウンをさせてからハイエナジーサークルを当てるようにします。でないとダメージは基本的に通らないと思っていただいていいので、もし、ルシファの、超強防御ダウンブラストが先に、発動するので、天使にそっちが先に当たるのであれば、それで発動させてもいいですし、もし当たらない場合は、直殴りした後に、友情コンボ当たるようにしましょう。で、ここにね、1体エクカリとか全然持ってない、ルシファを3体持ってない方とかね、入れてもいいとは思います。ただね、ダメージウォール対応してないので、そこはエクカリ使う方は注意していっていただければなと思います。で、あとはルシファー、SS をこれ、ボスに入る前にしっかり貯めていきたいんで、雑魚に関して、まあ、バトル1、2、3に関してはゆっくりね、しっかりターン使いながら行って、で、鬼に関しては即死を持ってるので、こちらは、鬼は即死が来る前にしっかり倒すようにしましょう。なんで結構ギリギリまでね、貯めることに優先した方がいいのかなと思います。で、こちら天使は、すべて攻撃したら、光と闇の天使に関しては両方とも防御がダウンします。ただ、闇の場合、闇の天使を攻撃した場合は闇の相手の闇のモンスターの攻撃力が上がって光がダウンします。で、逆ですね、光の場合は光がアップして光がダウン、闇の攻撃力がダウンしますみたいな感じなんで、ルシファー鑑定って基本的にそこはね意識しなくてもいいんですけど、もしルシファー鑑定とかで挑まない方とかは、そこの天使のね、どちらを攻撃するとダウンアップするのかっていうのはちょっと把握して挑まれるといいのかなと思います。ライブではね、僕はこのルシファー艦隊ではないパーティーでクリアしてるので、もしね、ルシファー艦隊、ルシファー持ってないって方はね、そちらも見ていただければね、参考にできるのかなと思います。で、だってね、もうどんどんね、進めていくわけなんですけど、ルシファー、これ見てわかる通りかなり強いですね。まず、連続性キラーっていうところも強いですし、こういう感じでね、初ターンワープない時に動けるのが一番でかいので、SS を貯める理由としては、初ターンですね。ワープができないタイミングで SS を打ってとにかく攻撃するって感じになってます。知るがいい。ザワールドの真の能力はまさに世界を支配する能力だということ。はい、ボスですね。もうここからはひたすら SS を打ちます。もう SS を貯めてるので SS を打っていくんですけど、このデュオに関してはラウドラバリアみたいな感じで複数回触れないとバリア消えないよってやつなんですけど、基本的に1回かな、1回触れたら消えると思うので、もう基本的にはもうしっかりこういう感じで直殴りしていくようなゲームにしてます。で、これね、ちょっとワンパンできなかったんですけど、もうあとはね、友情触れればほぼほぼ倒せる体力なので、まあ、特に次に SS 使いしてないかな。で、ここで SS を溜まってなかった場合、ここですね、これ。ワープが出ちゃった状態だとかなりきついです。なので、ワープが出てない初ターンに SS を打ってダメージを減らすって感じになってます。で、これ、ルシファー艦隊の方はあまり気にしなくていいのかなと思うんですけれども、守護神に関しては僕はサメを使ってます。はい、ここもストライクショットですね。初ターン、僕のターンストライクショット使って、しっかりこうやって倒していくという感じになります。で、話を戻して、守護神に関しては、サメでもいいですし、ストーンフリーだったりとか、あとはチョッパーでもいいのかなと思います。ハートなしだったりとか、回復なし、マップでも回復なしとかっていう感じなんで。はい、ラストゲージですね。ラストゲージに関してももうしょっぱな、打っていきます。こんな感じで。もうとにかく、天使に触れて防御ダウンする、かつ、ラウドロバリを先に削るっていうことを意識していけば、まあ、大号令なんで基本的にダメージを取るのかなと思います。で、ここはもう先に撃っちゃってたルシファなんで。で、これ、見てわかる通り、ワープが結構多いのと、魔法陣からかかっちゃうのと、結構きついので。で、ライドラバリアを剥がさないといけない、天使に触れないといけないとか、天使の誘導、誘発しないといけないとかっていう、やることが多くて。必ず初ターンはね、初ターンに SS を撃てるようにって感じで雑魚処理をして、雑魚を進む際に SS をしっかり貯めるってことを意識して、やっていただければなと思います。
先ほどもあのお伝えしたみたいに、あのルシファー艦隊じゃない、パーティーで言ってるのはライブでもやってるので、ぜひそちらも見ていただければあの幸いですので、ぜひね、あのこの今回のこの動画参考になったなと思った人はぜひチャンネル登録と高評価の方お願いします。では次回の動画でお会いいたしましょう。